第7章死闘の海岸線。第3分隊は怪我人を連れて後方に下がれ。第5分隊は第3分隊の援護だ。敵を近づけるな。おい、緊急報告。二次の砲撃、銀閣と銀閣の攻撃により第6分隊が全滅の危機です。銀閣と銀閣、あの滞在人も生き返ってるってのか。あの二人は波の忍びじゃ相手できない。第6分隊は下がらせろ。あの二人は俺たち第1分隊が相手をする。は、行くぞ。金閣と銀閣の進行を止める。奴らの元に急ぐぞ。はい。あんたは。ダルイ隊長、そいつは暁の格図です。かなりの強者だと聞いています。気をつけてください。傷をつけようが、俺は倒れん。お前の強さは認めてやる。だが、ここまでだ。くそ、こっちは急いでるってのに。ずいぶんと異様な行動をしている。間違い、一気に距離を詰めて叩くしかないか。あんたはここで終わりだ。だが思ったより時間を食った。次はあいつらを止めねえと。ダルイ隊長、本部から連絡です。琥珀の城兵が送られるようです。琥珀の城兵。そうか、助かった。これであいつらを封じることができる。報告、撤退中の第6分隊が金銀兄弟の追撃に合った模様です。このままでは撤退させます。よし、あとは金閣銀閣の相手だ。クソ、間に合ってくれ。やっとお会いできましたね、金閣様、銀閣様。なんだお前、低俗な忍びごときが俺たちの前に立つんじゃねえよ。大先輩に失礼な話ですけど、これからお二人の金と銀のメッキを剥がすことになるかもしれません。大先輩への口の利き方が気に入らねえな。すぐに黙らせてやる。やるぞ銀閣。おめえ金閣。おいおい、強すぎるわ。この状況を打開するにはどうすれば。必死に戦ったところで弱者は弱者、差は埋まらねえ。今だ。ここまで抵抗するとはな。金閣。ふざけるな。俺たちは力
時代は進んでる。金と銀が光っていたのも、もう前の時代なんすよ。あんたたちの悪行もこれでおしまいだ。金閣、銀閣。なんだ。しまっ。待っている者の呼びかけに応えるだけでターゲットの声を録音し封印する。かつてあんたたちが持ってた最強人具だ。今回は俺らのために使わせてもらいましたよ。雲に二つの光ありと歌われたこの俺たちが、こんな野郎どもに。初めに言ったはずっすよ。金と銀のメッキ剥がすことになっちまってすみませんね。よし、金閣銀閣は封じた。大事部隊、ここから巻き返すぞ。うわどうした？海岸線にあった大きなチャクラが2つ消えた。本当か？現地からの連絡が入った。金閣銀閣は琥珀の城兵に封印。海岸線の戦いは忍び連合軍が優勢とのことだ。よし。わざわざ転送の術を使って琥珀の城兵を送った甲斐があったな、マブイ。はい、お役に立てたようで何よりです。で、この後はどうする？すでに海岸線に羊殿を含む各隊からの援軍を向かわせています。このまま一気に決めるわけだな。ええ、この機を逃す手はありませんからね。もう少しでここの海岸線を抑えることができる。頼むぞ、みんな。金閣銀閣を抑えるまではうまくいったが、まだまだ敵の数が多い。白いやつはまだいい。江戸転生された忍びが厄介だ。やつらをどうにかしないと。消去だ。すまん、待たせた。キツさん、ここの戦いが最も激しいと連絡を受けた。第二部隊の一部を援軍として連れてきたぞ。他の部隊からもいくらか戦闘員が回されてきてるはずだぜ。正直助かります。どうした？動きが遅いぞ長次。なんでこんなことになっちゃったんだよ。しっかりしろ。覚悟決めたんじゃねえのか。私たちがやらないと他の人たちがやられちゃうのよ。分かってるけど、相手はアスマ先生なんだよ。今の俺は敵でしかない。死んでる人間だ。容赦はいらん。でも無理だよ。僕は先生を殴り倒すことなんてできない。どうしてだ長寿。ダメだ、長寿のやつ完全に戦意喪失してやがる。クソ、体が勝手に。くそ。戦闘開始。しかも、分かってるの。やってやるな。攻撃が対価を止める。強い。あんたのおかげ。受けてみろ。大丈夫か。ダメだ、僕にはできっこないよ。あんたの先生を相手に戦うことなんてできない。よし、俺たちはもう守られるガキじゃねえはずだろ。今は守る側だ。さらに己の子を殺させる気か。私を吐き違うな。いいだろ。私たちは悪魔先生との指示官として多くの思いを受けました。だからあなたは私の悪魔を私たちは
でも悪魔の相手を知り尽くした私たちだからこそ忍び連合のリスクを最小限にして止められる。終わった。うわっ、決まった。もう終わりにしようぜ悪魔。神の命です。どうだ。治れよ。影寄せの術、玉は俺が守ってる。だから安心してくれ。そこがてめえの墓穴だ。勝負あり。ダメだ、この程度じゃまだ封印することはできねえ。やるのと言いたいとこだが、くそ、まだ浅いか。すぐに復活しやがる。やっぱり私たちだけの力じゃ。ジョージ、僕は。お前が真に守るべきものは誰だ。守るべきものの意味を吐き違えるな。お前も誓いの言葉を口にしたはずだ。先生、自信を持て。今日からお前も一人前だ。今度はお前が誓いを宣誓し、子供を守り育てる番になる。僕、結婚できるかな。長次、お前がアスマにいつも何が足りないって言われてるか分かってるな。お前は仲間思いの優しい男だ。だからこそ誰よりも強い忍びになる。自分にもっと自信を持て。自然になんとなく変わっていくんだと思ってた。大人になってけば自然と心も体も強くなっていくと思ってたのに。誓いはただの儀式だと思ってたけど。ジョージ。さあジョージ、宣言の時だ。誓いの言葉は知っているな。我、ここに誓う。秋道十六代目当主として十五代目より託されし誓いを十七代目へと成りゆくわらべへと託す。我、秋道長次は山中奈良両一族を守り、木の葉を守るため、いざさなぎから蝶へと。長次。そうだ長次、その顔だ。さなぎの殻が思ったより硬かったか。さて、こっからは飛べるな。もちろん。やるぞ。いいな。来い。戦闘開始。アスパ先生。よ、こちらは長次のフォローだ。影の命術。長次、この顔に強くなったぞ。対戦者は。すごい。このまま勝負を決めるぞ、調子。やばい。イノ、分かってる。神殿分身ルームセット。影縫いの術。
これではかわしようがない。ナイスだ。その顔だ。それさえありゃ、お前は誰よりも強い忍びだ。今は誰よりも自信満々のいい顔してやがる。お前らにはもう何も言うことがない。まさに完璧なイノシカ長だった。先生。アスマ。アスマ先生。ありがとう。よく頑張ったな。行こう、二人とも。ジョージ。僕がこの戦場を終わらせる。だからしかまる、いろ。協力頼むよ。ああ。ジョージ、あんたと今までいたけど、これまでで一番説得力があるわね。報告。海岸線の戦いにおいて忍び連合軍が奮闘。各部隊の協力もあり、敵数が大幅に減少しています。よし。どうなることかと思ったが、海岸線もこのまま忍び連合がもらったな。これで1日目は終わりだ。すぐに2日目の作戦を考えねばな。第4を除く全ての部隊が勝利を収めたとはいえ、敵はどんな切り札を持っているかわからない。2日目も今日同様、慎重に。なんだと。ん、どうした井之一。緊急連絡だ。海岸線に念をした忍びが出現。それにより戦場が大きく動揺している模様。念をした忍びだと。まさか内派マダラか。その可能性が高いでしょう。頭自ら動いてきたか。戦闘の終わった瞬間を狙ってきやがったのか。警戒が最も緩む瞬間を狙って。内派マダラ、なぜ今になって現れた。気をつけろ、みんな。これだけだ。ただで渡す気はなしか。いいだろう。ならこれをくれてやる。血寄せの術。なんだあれは。でかすぎる。喜ぶがいい。こいつと遊べる機会はそう多くはない。行け、ゲドウマゾウ。くそ、
めちゃくちゃやりやがる。僕がやる。僕が止めてみせる。長次、超バイカナヒル。楽しみにしているぞ、長次。よくやったぞ、長次。長次、大丈夫か？でも、やられたな。まさかあんな化け物を出してくるとは。じき夜だ。一時収束して夜襲に備えての睨み合いになる。戦局は一気に不利になった。本部との連絡を密にして立て直すぞ、ダルイ。分かってるっす。